1号艇吉田一郎選手です。優勝おめでとうございます、はい、ありがとうございます。順位は風も非常にこの、気になるコンディションでしたが、まずスタートはいかがだったんでしょう。いやースタテンが強い向かい風で、はい、本番は横かちょっと追いに感じたんで、はいはい、ちょっと遅らせたらやっぱ遅れましたね。なるほど、はい。まあ、船足に関してなんですが、ここまでの仕上がり改めて伺いますか。初日に叩いたままで、はい、今日の朝まで行ったんですけど、はい、やっぱり、二の足っていうか回転の上がりが悪かったんで、はい、順位はちょっと触ろうかなと思って、はい、で順位前にちょっとやったんですよね、はいはいはい、でそのやった感じで転じった感じが骨折、はい、ちょっと一番マシだったかなと思ったんですけどね、はいはい、順位は乗り足の面はいかがでしたか。いや大丈夫でしたよ、はいはい。明日優勝戦の当日の作業はいやまあ今日がね気象的にちょっと回転上がらない感じだったんで、はい、明日また天気変わって乗ってみてからですね、はいはい。さあ優勝戦は1号艇となりました。今節スタートの見え方、節間通してはいかがなんでしょうか。そうですね、はい、自分の中では結構昨日までは結構決まりすぎぐらい決まってましたね、はいはい。吉田選手にとって地元優勝戦が今年ラストランとなりました。最後にファンの皆様へメッセージをお願いいたします。そうですね、最後にね、地元でウィーニングランできるように、はい、一生懸命頑張ります。応援してください。